日はコラボのカードの PR 配送させていただくためにスタジオに来てるんですが、なんかすごい怖いことがあってさっき今日来てスタジオに置いてあったんですよ、お菓子が。で、あら、お菓子が置いてあると思ったら関西のお土産だったんですね。で、あ、関西のお土産でさ、美味しそうですわと思って、あら、どなたが来られたんですの、このお土産食べてもいいですかって聞いて、で、どなたも関西から来てらっしゃるのね、え、どなたなのかしら、あ、でもね、あんまりによらない、よくないですわよねとか思って開けてお菓子を食べようとしたら、私が持ってきたお菓子だったんですの、この間もう全く気づいてなくて、自分の持ってきたお菓子を他の人のお土産だと思って食べたら、サロメさんって書いてて、ね、私ですわと思ってびっくりしましたわという感じで、そんな感じで今日はスタジオで私のコラボ会